オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる習慣やマナーをご紹介いたします。本日のテーマは今日のご冥福。歴史上の人物で本日のご命日の方を偲び、ご功績をご紹介させていただきます。今日1月22日、1月22日には川竹黙阿弥、この方のご紹介です。この方は念仏を唱え往生されたということです。江戸時代の幕末から明治にかけて活躍した歌舞伎狂言作者です。別名に古川黙阿弥ともあります。江戸日本橋の裕福な商家に生まれましたが、若い頃から読み本、芝居の脚本や川柳、狂歌の創作にふけるようになり、14歳で道楽が過ぎて親から勘当されてしまいました。貸し本屋の手代となって生計を立てるようになりましたが、仕事はそっちのけで朝から晩まで読書三昧の日々を送り、これが将来の糧となったようです。紆余曲折を経て有名になりましたが、作者家業も億劫になってきた明治14年1881年、段菊佐のために残切り物の島千鳥月の白波を書き上げますと、これを一世一代の大作として引退を宣言。さらにその名をただ黙阿弥と改めて不満の意思を示しました。この短い黙阿弥という名には、自分の意見に耳を貸す者がいないのならもう黙っていようという半ば自虐的な鬱憤が織り込まれています。明治26年1893年1月22日東京歌舞伎座やっこだこ車の春風を絶筆として自宅で逝去いたしました。次回のテーマは最後の言葉です。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また皆様からの質問やご意見をただいま募集しています。お問い合わせ、そして皆様からのお寄せいただきました方々には、木曜日にご紹介しています葬にまつわる体験談集時を超えて、こちらをプレゼントさせていただきます。ぜひ皆様の体験なども合わせてお送りいただければと思います。メールの場合は info@nara.fm、info@nara.fm、ファックスは 074224-8422、 074224-8422。 はがきやお手紙、郵便でお送りいただきます場合は、郵便番号 630-8334、 630-8334、 奈良市西野信也町43番地、奈良市西野信也町43番地、奈良 .fm 宛てへとお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミーの係、またしきたりアカデミーオフィスシオン、こういった簡単に書いていただいても結構ですので、よろしくお願いします。お問い合わせは 074224-8415、 074224-8415、 奈良 .fm へ。ぜひ皆さん、この番組オフィスシオン FM しきたりアカデミーに対する皆さんの質問ご意見、そして、皆様の葬にまつわる体験談なんかも寄せていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上、この時間オフィスシオン FM しきたりアカデミーをお届けいたしました。